皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。今回もトレーニング種目の解説ということで、腹筋のトレーニングということでシットアップ解説していきたいと思います。これはまあジムに行かずとも床とできればマットさえあればどこでもできるものですので、ご自宅でもぜひ実践してみてください。まずでこのように仰向けにマットに寝てもらって膝は立てておきます。で手の位置によって若干強度が変わります。手を前に伸ばして動作を行うと強度が低くて、そこから前に組む、頭の後ろで組む、という順に強度が高くなっていきます。この横になった状態からご自身のおへそを覗き込むように息を吐きながら体を起こします。動作としてはこんな感じです。体をよいしょこれくらいまで起こしてしまうという腹筋もされる方もいらっしゃるんですが、実はこれはお腹の腹直筋というよりもこの関節周り、足の筋肉も動員して動作が行われてしまうので、腹直筋だけを意識する場合はこれくらいの可動域で、ご自身の溝落ちの一番上のあたりが骨盤のあたりにぐっと近づくように縮めるように動作を行うのがポイントになってきます。可能であれば体を丸めたところで一回止まれればベストです。で動作をしていく中でポイントになってくるのは、体を起こす際に顎を引くこと、顎を引いて息を吐く、これを忘れないようにしましょう。手を伸ばしても動作がちょっと大変な方は、ももだったり膝だったりを触れるようにしてアシストをしてあげるのも一つです。今回は腹筋の種目としてシットアップのやり方を解説していきました。体を大きく起こすというよりも腹直筋をギュッと収縮させるというところを念頭に置いて行うというのが非常に重要になってきます。回数がたくさんできたり体を大きく起こしたりというところよりも、まずはそこの部分に着目をして動作を行っていただければと思います。それでは以上となります。ありがとうございます。